はい、じゃあこれから、デイブ評議会というミッションをやろうと思います。これはですね、5箇所なんかチェックポイントを回ったらアンロックされるミッションで、一体どんなミッションなんでしょうか。調査開始。よく聞け、デイブ。さっきお仲間の一人があんたらへの襲撃を指示した。この場所は間もなく地獄になるぞ。なぜわかるんだ。今話してる時間はない。身を潜めてろ。ああ、デッドセックを助けるみたいなミッションなんか。一緒に戦うのかな。殺し屋がすぐに来る。準備しとかねえと。準備？何？入手って何なん？何を入手するの？弾かな？あ、弾じゃな。え、どうしよう。どこで戦おうか。これ以上持てない。これ以上持てない。さあ、どうしよう。さあ、どこで戦おうか。高いところがええな。ここかな。ここで戦おう。下にも味方っぽいのおるし。カメラとかないな。あ、いけ。ガスがあるじゃん。まあ、いっか。さあ、来るなら来い。来るか。おいでなすった。いや、短期決戦で行こう。やばい、思ったより重装じゃ。東から。うおお。めっちゃおる、めっちゃおる。気にするな。
なぜ助けた？こっちの都合だ。これは貸しにしておく。この貸しはでかいぞ。忘れるな。ちょっとあいつら追ってみようか。ん？だ、目標があるぞ、なんか。調査。調査。忘れてしまった大義のために死ぬか、大義には生き続け、力を増し続けた。